マーク9番はアメリカ合衆国の実業家。NBA のダラスマーベリックスでオーナーを務めている。ペンシルベニア州ピッツバーグのブルーカラーの家庭に生まれる。大学には自分自身の稼ぎでピッツバーグ大学に入学した。1年後インディアナ大学ブルーミントン校に転校。1981年にビジネスの理学志望を取得。 卒業後テキサス州ダラスに移り、1983年、コンピュータコンサルティング会社のマイケロスルーシオンズ社を企業。同社は8年で売上3000万ドルを記録する大企業に成長し、1990年のコンプやサーブへの売却で巨万の富を得る。その売却益をもとに、大学の同窓生であるトットワグナーと共に、 インターネットラジオ会社のオーディネット社を1995年に設立。同社は1999年に1億ドルの収入を上げ、同年7月にヤフーへ売却し、59億ドル相当のヤフー株式のうちの10億ドル以上を現金化した。2000年にはアグナーと共に2929 29エンターテイメント社を設立。2929 29エンターテイメント社は、 映画制作会社、ハドネットフィルムズや2929 29プロダクションズ、自主映画配給会社マグノリア・ピクチャーズ、芸術映画館チェーンランドマーク・シアターズなど、多数の企業を参加に収めるエンターテインメント企業である。2001年9月には、フィリップ・ガービンと共にケーブルテレビや衛星放送経由の構成サイドテレビ放送局で、あるハドネットを設立。 2008年11月17日、2004年6月に、自らが大株主だったマ,ンマドッ .com インクが新株を発行することを知り、公表前に全保有株を売却したことによって、株価下落による約75万ドル超の損失を逃れたとして、インサイダー取引の容疑で証券取引委員会に民事提訴された。2016年1月22日、アメリカで放送された。 ディズニーチャンネルのシットコム、ガールミーツワールドシーズン2エピソード27がある、ミーツマネーに実業家として本人役でゲスト出演している。9番は2000年、ダラスマーベリックスのオーナーに就任した。2000年1月14日に自身が熱烈なファンであった NBA のバスケットボールチーム、ダラスマーベリックスを2億8500万ドルで買い取り、 同チームのオーナーに就任した。9番は豊富な資金力を活かしチームの補強を、やつぎばやに行い、特に選手への待遇に最善を尽くした。結果チームは活力を取り戻し、低迷していた、ダラス・マーベリックスを復活させることに成功した。9番がチームを買い取るまでの20年間、マーベリックスの勝率は40%で、 プレーオフの成績も21勝32敗であったが、チームを買い取った後の6シーズンのレギュラーシーズンの勝率は69%となりすべてプレーオフに進出し、プレーオフでも39勝40敗の成績を残した。2006年にはチーム初の NBA ファイナル出場も果たしたが、マイアミヒートに敗れて優勝はならなかった。これまでの NBA オーナーといえば、 スカイボックスからゲームを観戦するのが通例であったが、彼はチームジャージを着て、ファンと共にコートサイドで観戦している。ロードゲームを観戦するために、自家用機であるガルフストリームエアロスペース社のガルフストリーム V を利用して移動することもある。リフェリーに抗議することもしばしばで、2006年までに少なくとも13回、165万ドル以上の罰金を NBA から課せられている。2005から2006年シーズンにマーベリックスに所属していたマイケル・フィンリーがサンアントニオ・スパーズの選手としてダラスと対戦した際にブーイングキャンペーンを始めた。2005年には NHL のピッツバーグペンギンズを買い取ることも計画し、ピッツバーグポストのオールイコールガゼットの報道によると2006年にダン・マリーノと共にペンギンズを購入しようとしている。 グループの一員に加わったことが明らかになった。彼はまた MLB のピッツバーグパイレーツやシカゴカブスの購入にも興味を示している。総合格闘技への興味も公言2007年にハドネットファイツを創設したほか各種大会のスポンサーにもなった。ハドネットでは日本の総合格闘技大会ドリーム選区も放送した。2009年12月7日には アメリカのプロレス団体、WWE の看板番組ローにゲスト出演。番組ホストを務めた。ちなみに9番は2003年のサバイバーシリーズにゲストで登場した際、エリック・ビショフと口論になり、ビショフを突き飛ばすも、後ろから来たらアンディ・オートンに RKO をされたこともある。ありがとうございます。